この動画は縦画面に対応しています。ここのボタンを押してフルスクリーンにしてみてください。はーい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です、ダイダラです。妖怪ウォッチプニプニ、なんと1000万ダウンロード突破です。おめでとう。祝1000万ダウンロードを記念してね、新しくイベントが始まりました。やったね、これ。で、1000万ダウンロードのイベントの概要についてはどんな感じなんでしょうか。こんな感じ、七福神がお祝いでやってきたぞって感じですね。ランク SS の七福神が期間限定で全員登場。七福神を仲間にしようです。七福神や七福神とパズルできるアイテムは記念ガシャやイベントマップ容器の粒交換でゲットできるよって感じです。で、新登場宝船ステージは何て言うのこれ、なんとか老人と不装填不定尊が日替わりで登場ね。って感じですね。まだちょっとね、よくわかんないので、遊び方についてですね。これ知らなかった。これちょっと後でみんな見ておいて。日替わりで登場して、討伐数が増えれば増えるほど友達になりやすくなってくる。ああね。で、1日で何体、1体でも倒すことができれば仲間にできるかもしれないから、どんどんチャレンジしてみよう。で、1日3回まで。なら無料でチャレンジできて、4回以上プレイした場合は宝船チケットっていうやつをゲットすればいいらしいですね。で、朝の4時にリセットされるらしいですね。宝船チケットはなんかいろいろと交換できまーすって形でーす。ね、七福神を入れておくと、仲間になりやすくなりたい。そうですね。で、宝船ステージダメージアップ。あら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 。ね、なんかこの辺り入れておくといいですね。毘沙門天だったら俺持ってるから。毘沙門天とね、ホテイソンだけだよね。多分俺持ってる七福神は。はい。ということで、あ、そうだそうだ。それで、今回やるのは、この、あれだよ。ね、1000万ダウンロード記念ガシャ。1000万ダウンロードって、1000万ってやばくないからね、ほんと。俺のチャンネル10万人だよ。ね、だから全然違うよ。100倍だから、100倍。すげえよ、すげえよ。はい、ということで、ガチャで七福神が出るみたいですね。何この魚のやつ。エビス。で、福60かな、これは。などなどが当たるそうです。で、新しいね、必殺技が、なぞり直線消し？なぞり消しの親戚かな？ちょっとこれ後で動画見とこう。らしいですね。なので、あ、竜神いるんだ。竜くんの進化系、やっと来たんだね。で、日の神。で、覚醒日の神が復活。ちょっと欲しいな、日の神は。日の神は超強い。ぜひともゲットしようってことらしいですので、早速ですが、今日は1000万、ダウンロードガシャをたくさん回したいと思います。たくさんって言ってもたくさんじゃないんですけど、ちょっとごめん、切っとくわ。はい、まあ8万5000ぐらいしかないので、これを回したいと思います。さあ行きましょうか。さあ、いいの出してくれよ、カモン！あー、久しぶりにウィスパー見たわ、今までね。ハローキティだったもんね。そう、グラグライオン。まあまあ、グラグライオンは全然よしとしましょう、最初ですからね。なんかお祝いって感じの、この BGM いいよね。よー、あー、これ当たる気がしてきた。1000万お願いします。あー、いつ来るのかな、いつ来るのかな、俺に1000万の輝きは。さ、呪いの花子さん、あららら、ちょっと前のイベントなんだっけこれって、なんかのイベントで花子さんいっぱいゲットできたよね。ひな祭りとかだったっけね。だから、過去のイベント限定のガシャのね、妖怪とかもどんどん出てくるって感じなんですかね、今回のこの1000万ダウンロード記念って。ね、あ、トラジローだ。お前との出会いを待っていた。ね、やったぜ。コマジローの進化系なのかな、トラジローって。ちょっと、これ、コマさんは育ててたけどね。うん。まあ、いいか。さあ、赤しか来ないっすね、これ。ちょっと、待って、本当に。いや、お願いするって、1000万めでたいんだよ。めでたい箇所なんだから、即死能力付き妖怪の確率アップって書いてんだから、アップしてるんだよね。当ててくれよ、頼むよ。ほんと、うわ、マジかこれ。え、来ないんじゃねえ、セバスチャンとかいらねえって、ウィスパーイベントのいいやつね。おはじきまたさせてくれ。俺 おはじきしたいんだけど、おはじきイベントまた帰ってこないの。はい、次。あー、なんで村松さん。村松さんレベル高いんだって、もう、カンストするって。今回ね、俺が一番多分技レベル高い、おとろしとかもね、
入ってたはずですので。でも今回1000万ダウンロードってさ、かなりの妖怪の種類が多いんだよね。みかんにゃーん、みかんにゃん、お前見てるとなんかさ、みかんがたっぷり入ったゼリーやるじゃん。俺あれ好きなんだよね、ほんとあれ食いたくなる。コンビニで買ってこいよ今度。うっそ、マジか。え、こんな出ないってある？待って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 、これ見てるみんなが聞かなくなっちゃうよね。え、あ、こんな出ないとやめておこうって大アップしてから引こう。でもぶっちゃけ最終日直前の大アップ期間までひたすらワイマネー貯めるっていうのもありだと思うんだけどね、一つのやり方としては。はい、うわ出た、おとろしい。お前いくつ、あもうレベル6の 40% 超えた。もうちょっとでお前必殺の秘伝書なるで。いいね、はい行きましょう。うわお願いします、来て。よしよし、 SS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 
どー。お前が私を出してくれたのか。この恩は共に返すことで返そう、戦うことで返そう。オロチか、まあ嬉しいけどな。オロチもさ、オロチパーティー組めるよね。影オロチ、光オロチ、桜オロチで、オロチ、覚醒オロチ、5体オロチパ超見づらい。さあ、ブチャブリッコ、かわいい。まあ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 、1体出たからよしとしましょうが、持ってなかったしね、SS が。まあ、それはよしとするんですが、まだ引きたいよ、俺は。お願い！なんで？1体1体でいいねんって、ほんと。でも S ランクいっぱいいる中で SS 引きたっていうのは、まあ、そこは、逆に考えたら、プラスだよね、ほんと。俺、運いいわっていう風に、ちょっとポジティブに考えていこうぜ、もう。だからあと3体ぐらい SS 引かしてくれ、頼む。こんな出へんの、マジで。マジか、ちょっと呪われてるって、これ。花子さん、呪われてるって言ったけどさ、お前が呪ってんの、もしかして。ラブレター？俺のこと好きなんて照れるわ。ありがとう。はい、行きます。あかんわ、ちょっとこれゆっくりやで、聞こう。ゆっくり回した方がいいわ、これ。当たる、俺の中では。来てくださーい！えーい。ババ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 ーン。嘘やろこれ。ちょっと待ってよ。サモンガシャ回せる回数があと少ししかありません。ね、全部回し切るまでに果たして出ることが。出てください。もう文句言わないから覚醒イノシが出て、頼む。村間さん、お前もレベル6なりそう。よし、どんどん友達が増えてきたね。でも今んとこミュウが2体かな。さあ、もうちょっと出てほしいです。嘘やろ、マジか。もう来てくれ。でもあ、またまたまたたまたままたまた、こんな当たります？で、お前も6なっちゃうよね。さあ、あとこれ合わせて2回しか引けません。2回とも金の玉が出ること祈ってください。よろしくお願いします。さあ、来い。 S ランク、 SS ランク。うわぁ。米じ。ラスト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 。みんな知ってるか？持ってるゲーム実況者。本当のゲーム実況者は最後に当てる。そう、俺は持ってる男。ここで引かなきゃ。何がゲーム実況者か。行くぞ、お願いします。あ。はい、ということで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。妖怪ウォッチプニプニ、新しいの引きました。はい。覚醒オルチ。すごい。あ、攻撃してサボらせる。便利ですね。すごい。つらーい。さあ、なんかミッションが今回それあったよね、確か。ガシャを回せってミッション。15回回せってミッションを達成しました。15回でいいんだよね。オッケー。ありがとうございます。たくさん回したらなんかね、宝船チケットっていうのがもらえた、これで。これは、なんだろう。たくさん倒すのにいるんだよね。確か宝船ステージのやつを。なので、大事に取っておこうと思います。はい、ということで皆様、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。まあちょっとやっぱね、少し、十数回回したんですけど、
金の玉1個っていう感じで渋いですね。そこまで確率は今高くないみたいです。ですので、もうちょっとね、ワイマネー貯められないって方は、待ってもいいかと思います。もういっぱい回すして、今のうちに SS のね、七福神ゲットしてイベントを楽に進めたいって方はガンガン回して、ね、たくさん強い妖怪ゲットしましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。ね、チョコをいくつ買えるにはわかんない。またね、バイバーイ。あー、また今日もダメだったよ。